こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。いよいよクリスマスシーズンもですね、終了ということで、本日23日ですんで、アメリカは22日。もう、2日間で届くっていうのもですね、明日いっぱいで25日ですから、ほぼクリスマス終了ということになります。売上がね、在庫ほぼなくなりましたということで、いろいろご報告、ね、いただいてます。1万ドル突破とかですね。2万ドル超えましたとか、9000ドル超えましたとかね。中には4万ドル超えました。いろいろ、たくさん売れてる方も、そうでない方もご報告いただいてます。で、クリスマス終わったらですね、在庫切れになってる方が結構多いんで、その残ってる在庫もね、売れてたものがあまりペース落ちずに売れ続けるっていうことも、今まで2回ホリデーシーズン経験してますけどあります。ただし、クリスマス中もそれほど売れなかった商品、あるいは全く売れなかった商品はですね、クリスマスホリデーシーズンっていうのは、通常の3倍、4倍人が見に来てるわけですんで、3倍、4倍見に来ても売れなかったということはですね、ちょっと売れにくい商品なんだということが言えます。ですので、クリスマスシーズンが終わって、売れてない商品はですね、値下げして処分してしまうというのが、一つの方法かなと思います。で、それから、ほとんどの方は FBA だけでやってるんで問題ないと思うんですけど、もし自己発送も交えてやっててですね、クリスマス後の返品があったりね、あるいは、届いてないという連絡があった際は、こんなことを相談していいのかな、あるいは自己破産するなって言ってたのにしてたって言いにくいな。そういうの気にせず相談してください。対応を間違えちゃうと、そのままもうクリスマスシーズンのね、返品とか届かないっていうやつとかですね、その辺の対応を間違えて、新年にアカウントをいきなり削除されるという例がね、結構あるようです。あるようですというのはね、会員さんの場合は相談していただくとそうならないようにサポートしてるんで、あんまりそういう事態にはならないんですけど、割とね、情報発信してる人のやつを見てると、クリスマスね、シーズンので届いたはずなのに発送で、ちゃんと届いてんのに届いてないって言い張ったとか、いう形でやり取りしてね、削除されちゃった。そんなのね、ちらほら見かけますんで、どうしようと。どうしよう、あるいは何のメールかわかんないと、ね、いうのは、お気軽に相談してください。また、値下げの方法、あるいはどういうのは値下げしてね、どういうものは値下げしなくていいか、その辺も迷ったらお気軽にご相談ください。そんな形で、今年のホリデーシーズン、良かった方は、ね、やっぱりホリデーシーズン準備きっちりすれば稼げます。ということで、OK です。で、いまいち乗り切れなかった方、あるいはホリデーシーズンに間に合わなかった方もですね、今年稼いだ方も、去年は、ね、何が何だか分からないうちに終わって全然売れなかったという方もいらっしゃいます。来年は、普通に、あるいは普通以上にね、売れて稼ぐこと可能ですんで、またここから、気を取り直してというかですね、仕切り直して、Amazon 輸出に取り組んでいっていただければと思います。そんな形で、また次回からは通常通りね、納品、あるいは、売れた商品の補充という形で繰り返していくと、来年もまた稼げるという形になります。そんなわけで、今年ホリデーシーズン売れた方も売れてなかった方もですね、これで良いお年を迎えて、また来年よろしくお願いします。いや、もう一回ニュースレターありますね。失礼しました。30日にもう一度ニュースレター出すんで、良いお年をは次回ですけど、ホリデーシーズンそんな形でですね、ガンガン売れましたという方もね、いまいちでした、間に合いませんでしたという方もいますけど、いずれにしても、ホリデーシーズンほぼ終了。あとは、通常通りのまた、業務に戻りますので、お気軽にご相談ください。ちなみに、年末年始はね、副業でやってる方が多いんで、サポートは、いつも以上に、念を入れてというかですね、時間を取ってやるようにしてますんで、お休みなしでやってますんで、いつでもお気軽にご相談ください。以上、テーマアカデミー、堀秀夫でした。